ただ山形県高畑町で駆け出しバーテンダーをやっているバーマーの竹田です。はい、ということでですね、今回はちょっと贅沢なハイボールを作っていきたいと思います。はい、ということでですね、今回は贅沢なねハイボールを作りつつ、まあその使うウイスキーもね少し紹介しながら、やっていきたいなと思ってます。でですね、今回使うウイスキーはこちらにあります。ジョニーウォーカーブラックラベル12年になります。そしてですね、このジョニーウォーカーなんですが、なんとオールドボトルの、ジョニーウォーカーになってます。はい、まあ、もしかしたらこう出てきた瞬間にあれって思った方もいらっしゃるかと思うんですが、こちらはですね、今のジョニーウォーカーではなくて昔に流通していたものになります。なのでね、まあ、ちょっとね、まあ、レアというか貴重なボトルになります。でですね、まあ、こちらの紹介にはなるんですけど、このジョニーウォーカーはですね、1990年代の、まあ、初期の頃に流通していたものになります。アルコール度数が43度で 750ml のボトルになってます。もちろんこうやってねデザインも違くてですね、現行のボトルも用意してあるんですけど、はい、こちらになりますね。はい、こちらが、今の現行品です。で、こちらがオールドボトル。はい、まあね、結構ボトルのデザイン、まあ、こっちの方がね現行の方がスリムになっていたり、こちらがちょっと丸みを帯びているデザインであったりとか、ラベルのデザインも全然違うものになってますね。では今回はこのオールドボトルの方を使ってハイボールを贅沢に作っていきたいと思います。それでは早速作っていっちゃいましょう。はい、それでは完成しました。ジョニーウォーカーのオールドボトルのハイボールになります。それではですね、早速飲んでいきたいと思います。ね、もう自分で作ったあれなんですけど、めちゃくちゃ楽しみです。はい、それではね、早速飲んでいきます。それでは、乾杯！いやいや、いいですね。まずはね、ちょっと香りからいきたいと思いますね。おー。香りもすごく甘いです。はい、甘くて、まあでも結構ね軽やかな香りします。甘いんですけどね。はい、それでは飲んでいきたいと思います。いやめちゃくちゃ美味しいですね。はい、ということでですね、飲んでいきました。いやね、本当にそのオールドのこのブレンデッドウイスキーとかのハイボールって
いや美味しいっすね。はい、ということでですね、まあ、香りからなんですけど、あのね、もうこれ飲んだ瞬間に分かるのが、もう甘みが半端ないですね。本当にあの蜂蜜とかあの蜜の香りがすごいです。もうそこの甘さが最初クワッてきますね。うん、飲んだ瞬間からもう一気に甘みと、で甘いんですけど結構さらっと飲みやすく入ってくれるんですよ。はい、一番思うのはこの余韻ですね。うん、この結構まあ樽の深みというか、まあ、あのすごいですね、リッチな味わいするんですよ。うん、まあ、多分ですね、まあ、シェリーの樽も使ってるんだなって思うぐらい、本当にあの甘さってあり甘酸っぱさっていうか、そのベリーというかね、なんかイチゴというかね、そういった部分がすごくしっかり出てるんですよね。うん、本当ね、香りがいいな。うん、でなんかね、あの全体的にやっぱ甘い仕上がりになってますね。はい、そのさっき言った蜂蜜、木で、そのウッディなんですけど、なんかその木の香りっていう感じもあるんですけど、木っていうよりはなんかね、もっと樹液寄りの甘みなんですよ。はい、なんでまあ本当に甘いんですね。蜂のこう蜜感がすごいんです。はい、でなんかね、どこかやっぱこのオールドボトルのやつを飲むときにやっぱ感じるんですけど、ちょっとこう古い感じがするんですよね。うん、これね、なんか僕どう表現したらいいっていつも悩むんですけど、本当にこうちょっと古びた感じ、まあちょっと歴史を感じるというか、うん、そういった部分があって、そこもある意味ちょっと深みというか、逆にその今売ってる現行のボトルでは出てこない味なんですよね。はい、なので、まあ、全体的に甘さだったり木の香りっていうのがすごく上品な感じに仕上がってます。あの先ほど作っててもそうなんですけど、注いだ瞬間はもうめちゃくちゃ蜂蜜、黒糖とかの香りがすごいですね。まあ、チョコとかそういった感じがすごくね、香り立ってきたんですよ、作った時も。なので全体的に甘い、でも結構軽やかです。はい、結構なんかこう後に残らないというか、サッとして、でもう余韻は長いんですよね。余韻もね、結構甘さ、まあどっちかというと、まあね、ジョニーウォーカースモーキーさ、まあちょっとスモーキー感じるかなって感じはするんですけど、甘みの方が強くて、余韻はもう結構樽の香り、まあちょっとシェリーの 甘い部分とか出てきてるかなって思いますね。うん、もうね、あの深みがすごいです。うん、もう難しいんですよね。なんかオールドボトルだと意外とそのやっぱ今のものとは全然違くて、このなんか僕が言う甘さとかっていうのが、あの今のとがまだ全然違う味わいなんですよね。これあのやっぱこう飲んでいただくのが一番伝わるんですけど、やっぱこうワンランク深くなってる上品なね感じが、リッチな感じがありますね。はい、でですね、まあ、今回、まあ、そのハイボールということで、贅沢なハイボールということで作ってたんですけど、あのもしお気づきの方がいらっしゃったらなんですが、ちょっとハイボールの作り方をね、今回はちょっと違う作り方で作ってます。本来だと、炭酸をあの氷に当てないように注いで、あんまり捨てやしないで終わるんですけど、今回はあのどんどんどんって叩いたんですね。はい、これがねすごく大事なんですよ。この叩いて、まあね、あのできればしっかりとこれはあの解説というか、あの動画を上げていきたいなと思うんですけど、こうやって叩くことによってですね、あの泡がねシュワーって上がってくるんですね。まあ、これは対流してウイスキーの香りをすごくこう持ち上げてくれるんですよ。なのですごく香りが広がりますし、こういったオールドボトルとかの時はちょっと開かせてあげるっていう感じの意味も込めて、一気にね香りが広がる。そしてなんかそのウイスキーが結構主体になってくるんですよね。炭酸を抜かないようにって作っていくと、まあ爽快にカッていけるかなってなるんですけど、あのこうやって叩いて対流させるとすごくこうウイスキーが主役というか、はい、ウイスキーの香りをしっかりとね立たせてくれて、楽しむことができるこうハイボールに仕上がるかなと思いますね。はい、これはまあ人によるかもしれないですけど、叩くってね、あ炭酸抜けるやんってなるかもしれないですけど、意外とですね、こうなんて言ったらいいのかな、こう意外とね炭酸はね思ってるほど抜けてないんですよ。はい、なのであのこういった香りの、まあ、オールドボトルであったりとか、まあ、シングルモルトでも香りの高いウイスキーとか、香りを立たせてあげたい、ちょっとウイスキーの甘みを出してあげたいとか、そういった部分があるウイスキーのハイボールの時は、まあ、こういったね、こう
トントントンって叩く作り方がまあいいなって思いますね。はい、いや美味しいですね。まあこれに関しては本当にあのしっかりとね、まあちょっと解説しながらやるみたいな動画もう一本上げてもいいかなと思って、まあ、ただ意外とあのオールドボトルもこう紹介してみたいなっていうのと、このハイボールの作り方をやってみたいなっていう2つがあって、今回はね、このラインナップでハイボールを作ってたんですよ。はい、で、あのまあ今回は瓶の炭酸水使ったんですけど、瓶の方がね、まあ炭酸のガツアツも強いですし、叩いてもしっかりこう残ってくれるというか、あのペットボトルとか缶よりは瓶の方がこの作り方にはね、適しているかなと思います。はい、ね、いや美味しいですね。もうこういうの飲んじゃうとね、もうすごくね、なんかゆったりしたくなるんですよね。はい、ということでですね、まあちょっと今ソーダ割り飲んだんですけど、まあちょっと長くなってしまうかもしれないんですが、せっかくなのでストレートでもちょっと飲んでみようかなと思います。せっかくならね、ちょっとねストレートでテイスティングもしていきたいと思いますね。これくらい注いで、まあこのジョニーウォーカー飲んでみますね。まあ、色はまあ結構ゴールデンカラーというかですね、あのちょっとオレンジがかっているところがありますけどね、結構濃いですよね。あー、甘みでもちょっとこうやっぱ古びてるっていう部分はやっぱありますね。うん、あでも結構ちょっとフルーティーさありますね。こうストレートでやっぱするとね、やっぱ変わりますね。甘さあるんですけど、ちょっとフルーティーなし感的な部分も持ってますね。うわー、うまうん、やっぱあのソーダ割り作った時に軽やかだったっていう部分もあって、結構スッていきますね。うん、うわうん、このやっぱ余韻がすごいな。うん、あの先ほどもずっと言ってるんですけど、その余韻に来るこの甘い蜜感すごいですね。うん、この蜜の感じがすごく上品。うん、うん、あなあ、うまい。蜂蜜で結構ねチョコ感もありますね。チョコ、うまいな、うまいな。うん、やっぱね本当にリッチですね。うん、やっぱこれもね、なんか僕も伝え方が意外と難しいんですけど、本当やっぱり今と違う、それがすごく伝わりますね。うん、やっぱなんかね、今のウイスキーだとこう出てこない味というか、うん、昔だからこそ作れた味なんだと思うんですけど、うん、あー昔のボトルだなーって思ったりしますね。うん、お前この、いやこのモルトの甘みもすごく美味しい。うん、余韻が非常に長いですね。美味しい。うん、なのでまあソーダ割りにしてるっていうのはあるんですけど、ソーダになるとすごい香りも立ちますし、甘さの広がりすごいですけど、本当濃縮されてそのままストレートでも楽しめますね。うまい。あーだな、結構やっぱ香りフルーティーさ出ますね。うん、でまあ思ったよりねスモーキーさがあるかっていうと、まあうん、そこまでスモーキースモーキーっていうような感じはないので、どちらかというと甘くて飲みやすい、ジョニーウォーカーなのかなって思いますね。はい、いやー本当にいい美味しくてですね、本当に何杯でも飲んでしまうようなねハイボールになってるかなって思いますね。はい、ということでですね、まあ、今回、バーマのチャンネルではオールドボトルでの初になるんですけれども、はい、まあ、今までは結構現行品をメインで扱ってきてて、まあ、少しずつなので、まあ、少しずつではあるんですけど、ちょっとオールドボトルの、まあ、ブレンデというとかね、で、まあ、こうちょっとねハイボールで提供してみたりとか、少しちょっとずつですけど勉強もしていこうかなと思っていて、まあ、買ったのでせっかくねちょっと紹介しようかなと思って、今回は撮ったところでしたので、まあ、少しずつちょっとオールドボトルの方もちょっと勉強をね、頑張っていこうかなと思ってます。ぜひですね、まあ、どこかお店であれ見慣れないボトルあるなって思った時はぜひ買ってみたらね、すごくいいかなと
思います。はい、それでは、最後までご視聴いただきありがとうございます。もしね、この動画がいいなと思った方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。このようにですね、ウイスキーの情報であったりとか、自宅での作り方とかバーマーのイベントの情報なんかもいろいろ載せておりますので、ぜひいろんな動画見てみてください。そしてですね、 SNS もやっておりますので、バーマー武田と検索してみてください。はい、それではありがとうございました。おしょーしなー、 See you! はい、ということでですね、いやー、できたね。これね、本当に美味しい。本当にね、すごい難しいんですけど、本当分厚いんですよ、ハイボールのその香り、深み、味わい、でそのいろんな味の重なりがすごいですし、深みがやっぱすごいね。もう深みとかしか言ってないんですけど、甘いってだけじゃなくて、その甘さに来るこう重い部分がすごくあるんですよね。蜂蜜なんですけど、もっと濃厚な部分が入ってるみたいな。難しいんですけど、本当に深みのある美味しいですね。ね、いやいや、まあ本当にオールドボトルに関しては僕もまだまだ勉強中なので、もし何かおすすめのボトルとか、いやこの年代のこれも結構面白いっすよとか、まあ、僕できればこうブレンデッドウイスキーをこうちょっといろいろ集めてみて、まあちょっとハイボールで作ってみるっていうのをちょっとやりたいかなと思うので、何かこういうボトルも意外と買ってみるとありっすよっていうのをね、もし教えていただけたりしましたらですね、頑張って買ってみて、まあもし買えたら YouTube にもね上げてみたいと思いますので、ぜひコメント DM よろしくお願いします。それではまた。